劉備,劉備。劉備、劉備、延期4年、六十一年勝負三年四月二十四日、二百二十三年六月十日は、五冠末期から三国時代の武将、蜀官の初代皇帝、ジーワ玄徳。黄金の乱の鎮圧で功績を上げ、その後は各地を転戦した。諸葛亮の天下三分の刑に基づいて、益州の地を得て、勢力を築き、 五感の滅亡を受けて皇帝に即位して、食感を建国した。その後の、儀、くれ、食感による三国定律の時代を生じさせた。秋代の小説、三国支援儀では、中心人物として登場する。劉備は、読書を、甚だしくは楽しまず、犬馬や音楽、見栄えがある衣服を好んだ。言葉は少なく、よく人にへり下り。 気度の感情を表に出さなかった。五王キャンと交わることを好んだため、若者は争って、彼について行った。劉備は、背丈が七尺五寸、約百七十三センチ、腕が膝に届くまであり、耳が非常に大きく自分の耳を見ることができたという。職所修軍伝には、長広氏に、君、髭の薄い人の糸をあげつらわれたとある。なお備え、ジオ玄徳という、 三国史、聖史では、劉備を、死亡の勝列帝ではなく、戦主と呼んでいる。生存中、五首流禅と一緒に、主公と尊称されている。演技では、この呼び方は主君に対する継承として、広く用いられた。劉備は、前漢の経帝の、第九子中山康史王、劉将、紀元前百十三年没の諸子の劉忠氏の、末裔という。劉は、 こと孫も含めて120人以上の子を残しており、劉備の祖とされる、劉忠氏は、紀元前117年に、軍権の劣行として、陸上抵抗の借位を賜った。だが、紀元前112年の年始、正月頃に、彼は劣行のみに課された、官庁への上納金、中金を納めなかったために、広告を除かれ、死者の系譜もそこで止まっている。また、 千手伝中に引く、天略では、劉備は、林友公の所流と記されている。一方、三国志平和及び、三国志演技では、中山康史を竜将、その子の陸上抵抗、劉忠氏以後の系譜では、劉忠氏の子の劉昇は、廃校、その子の劉六は、公、その子の劉蘭は、下水公、劉英は、金明公に封ぜられ、劉忠氏以後の数代は、 劣行の尺六を受けた。しかし、カウンが衰退し、劉備の父母の代より靴売りやむしろ売りに落ちぶれている。劉備の代に、検定に敗越し、カンの胸地下と認められ、左将軍、儀上抵抗に封ぜられ、カウンが上昇し、五官の滅亡により、職官を起こしてその皇帝として君臨していることになっている。これは一部を除いて創作である。なお、関代のまた女。 養液の免除を研究している山田勝義は延期2年159年以降、続々氏と称されていた喪失の資格を失った歴代皇帝の子孫は各種の免税特権を受けていたことを指摘し、劉備の幼少期の逸子は一族の集中や学士援助を受ける話は彼が続々氏の一員として一族集団の保護を受けていた一族の団結は管理や外部の人々に 特権の存在を明示する手段になる。すなわち、彼が族々しであっても、喪失の家に連なるものであったことを確認できる、証明になるとしている。軍権、現在の河北省補定市拓州市老僧里の出身。祖父は、劉武氏、父は、劉広氏である。祖父は高齢に押され、老中となり、最終的には、遠州東軍藩権の例となった。 父も、衆軍の管理を務めたが、劉備が、まだ幼い頃に死んだために、土豪、現地の称号族の身分でありながら、劉備の家は貧しくなり、母と共にむしろを追って、生計を立てていた。幼い時に、家の前に生えている、大きな桑の木を見て、少年だった劉備は、僕も大きくなったら、天使の乗っている馬車に乗るんだと言った、天使の馬車は、桑の木でできている。 その際、おじのり氏系、劉博氏の弟が、劉備の口を塞ぎ、めったなことを言うでない、そんなことを口に出すだけで、我が一族は、皆殺しの刑に遭うぞと叱責したという。また、軍の一人ただしは、劉備の成果を見て、この家から鬼人が出るだろうと述べた。平成四年、175年、15歳の時に、母の言いつけで、十叔父の劉元気。 劉武氏の老いの援助を得て、その子の劉徳善、劉備のいとこと共に、同郷で、儒学者として、有名な、露食の下で学問を学ぶようにな。この時の同僧に、両世の豪族の諸子の高孫さんと同郷のがおり、劉備は、高孫さんと、こうらに対して啓示しており、大変仲が良かったという。同時に、賢章とも交流があり、紛掲の交わりを誓った仲と伝わる。 学生時代の劉備は、乗馬や刀剣、音楽を好み、見栄えがある衣服で身なりを整えた。口数が少なく人にはよく減り下り、気度の感情を顔に出すことがなかった。天下の豪傑と好んで交わったので、若者らは皆先を争って、劉備に近づき交わった。中山の豪商、長生兵とイケルソーは、劉備を見て、ただ者ではないと思い、大金を与えた。なお、 朝聖兵は馬商人であることやこの頃に、孔孫さんが剣の剣霊を務めていたため、劉備は乗馬の趣味や孔孫さんとのつながりから朝、聖兵の面識を得たとする見方もある。このおかげで劉備は資金を手にして、仲間を集めることができた。孔勤の乱が発生すると、関羽、張飛、寛陽、大洋らと共に、義勇軍を結成し、行為の数や安氏に従って、その名を挙げた。 その功により、中山国安木県の城に任命された。しかし、軍の特有、観察官の職が、公務で暗記にやってきた際に面会を断られたのに腹を立ててそのまま押し入ると、縛り上げて、杖で200回叩き、官の印員長、特有の首にかけ、官を捨てて逃亡した。ある時、大将軍の名に進むが、トイの旧武氏を、太陽軍に派遣した。 劉備は、旧武士の従事として従軍して、下避に向かい、敵軍と戦い、軍港を残しした三つ県の進むに任じられたが、短期間で官職を辞した。後に、高東県の城となり昇進して、県令となった。191年、初平成2年、敵軍に敗れて、昔馴染の中老将、高村三の元へ身を寄せ、高村三から別武士場に任じられ、 青州市市の高いを助けて、炎将軍と戦った。そこで先行を立てたので、高村さんの推薦により、平原県の仮の霊という地位を得、その後平原国の僧となった。劉備は、俗の侵入を防ぎ、民に経済的な恩恵を与え、身分の低い支持を差別しなかったので、大勢の人々に心を寄せられた。高村山は、演術と手を結んでおり、初平成三年。 192年、炎術と炎章が決裂すると、炎術の要請で、劉備を高等に、環境を平原に、助手墨の刀剣を、20日に駐屯させ、炎章を圧迫した。この頃、平原の人劉大らは、劉備の敗下になるのを不快に感じて、資格を派遣した。そうとは知らずに劉備は、資格を手厚くもてなした。資格は殺すのが忍びなくなり、 自らの任務を劉備に告げて帰ってしまった。初男性四年、百九十三年、助手の刀剣が早々に攻められて高井に救援を求めてきたので、高井は劉備を補佐として刀剣の元へと向かった。刀剣は劉備を評価して四千人の丹陽兵を与えた。そのため劉備は高井の元を離れて刀剣に身を寄せるようになった。公兵元年。 百九十四年、曹操が退いた後、東剣は劉備を予習志士に推挙して認められた。その後、東剣は病が重くなり、助手を劉備に託そうとした。劉備は初めは断ったものの、信仰があった、陳のぼる、高勇らの説得を受けて、助手を領した。この時に、定言の推薦で、北海軍の人の尊観を十字として迎えた、定言殿では、東剣の推挙で、 義しう氏に任じられた時とする。地に至るは、劉備の義しう氏時代からの敗下とされ、新軍も劉備が、義しう氏に任じられた時に登用され、別がとなった。早々に敗北した劉布が助手へやってきたので、迎え入れた。その後、かつての名手であった演術が攻めてきたのでこれと対峙し、一ヶ月が経過した頃、下妃の首相の総評が裏切って、劉布を城内に迎え入れ、 劉備の妻子は囚われてしまった。劉備は助州へ帰って劉布と和睦し、自らは勝敗へと移った。苦境に陥った劉備を援助したのは助州の王子主であった美塾であり、劉備は後々まで彼を徴用することになる。劉備は兵を一万余り集めたが、劉備が多数の兵を集めたことを不快に思った劉布は劉備を攻め敗走させた。 劉備は曹操のもとへ身を寄せた。ここで曹操は劉備の器量を評価して優遇した。しばらくして曹操が上奏し、劉備を鎮東将軍とし、議場抵抗に封じ、予習の巻に任命して、劉備を援助して、再び勝敗に入らせた。建安二年、九十七年、要捧と、藩明は、劉備と同盟を結び、援術を大いに激破し、 呂州、幼州付近を荒らしていたため、劉備は、両捧ぐ、藩に明を討ち取る。懸安三年、百九十八年春、呂夫が攻めてきたので、劉備は曹操に援軍を要請した。曹操は、過去厚淳を派遣したが、呂布の部下の孔順に撃破され、長寮、孔順らは、半年以上も包囲を続け九月、ついに、廃城は陥落し、劉備は逃走した。 劉備の妻子は再び捕虜となった。曹操は自ら出陣して、劉備軍と合流すると共同して、劉備を責めて、劉備を生け取りにした。曹操は劉備が将軍として有能なので、殺すのを少しためらったが、劉備は劉備がかつて、提言と董卓を殺したことを挙げて、曹操を諌めた。これを聞いた劉備は激怒し、劉備に対して、この男が一番信用できんのだぞ。 と罵通したが、結局、旅夫は、公主刑に処された。劉備は曹操に連れられて、曹操の根拠地で、検定のいる巨匠へ入り、左将軍に任命された。ここでの劉備に対する曹操の艦隊ぶりは、車を出す時には常に同じ車を使い、席に座る時には席を同格にするという異例の、ものであった。曹操と勘談していた時に、曹操から、今、 この天下に英雄と申せる者は、君とこの足のみだ。本書ごときでは不足よと評されている。この頃、宮中では検定よりの密書を受けた、東章による、早々討伐計画が練られており、劉備はその同士に引き込まれた。その後、討伐計画が実行に移される前に主令、ロマネキラと共に、演術討伐に赴き、都から助手に逃げ出す名分を得たという。 演術は演将と合流しようとしたが、劉備に道を塞がれたので、引き返し、やがて病死した。演術が死去したので、シュレーラーは帰還したが、劉備は助州に居残り、下避を根拠地とし、助州志士の車兜を殺した。下避の守備を幹部に任せて、自らは勝敗に移ると、多数の軍権が早々に背いて、劉備に味方した。 曹操と敵対することになったので孫官を派遣して、炎紹と同盟し、曹操が派遣した劉体、王中の両将を破った。劉備は劉体らに向かって、お前たち百人が来たとしても、私をどうすることもできぬ。曹操が自身で来られるなら、どうなるかわからぬがねと言った。だが、劉備の裏切りに激怒した、曹操自身が攻めてくると敵しえず、炎紹のもとへと逃げ、 関羽は、劉備の祭祀と共に、曹操に囚われた。三国志職所選手伝の中に引く、義書によれば、劉備は攻めてきた、曹操の指揮の旗を見ると、戦わずして逃走したという。袁紹の長子遠丹をかつて劉備が、しげい、京距離戦の科目の一つに押していたので、その縁で、袁紹のもとへ身を寄せて、大いに艦隊された。袁紹が、曹操と、 関は田士で睨み合っている時に、城南で、元黄金軍の劉兵器が曹操に対して、反旗を翻したので、劉備は、炎将の命を受けこれに合流して、数剣を攻め取ると、多くの剣が曹操に背いて、劉備らに味方した。この時に、関羽が曹操の元を去り、劉備のところへ帰ってきた。曹操は曹人を派遣して、劉備を撃退した。その後、 劉備は炎紹の命を受け、再び助南に侵攻し、俗の京都らと手を結んだ。曹操は西洋を派遣し劉備らを攻撃させたが、西洋は敗北し、撃たれた。三国志長元伝によれば、この時炎紹が予州に兵を派遣し、予州の諸軍に味方になるよう誘いをかけると、多くの軍がそれに応じたという。炎紹が敗北した後、 自ら兵の指揮を取り、劉備討伐の構えを見せてきた。曹操に対して修家適せずと判断し、炎章の元から離れ、慶州の劉氷の元へと身を寄せた。劉表から、二位の城、現在の河南省南洋市、二位の刑を与えられ、ここに駐屯して、過去を圧し、右金の軍を白坊にて撃破した。しかし、劉備の元に集まる人が増えたことで、劉表は劉備を再利するようになった。 また、劉氷は、外政に熱心ではなかったため、曹操のカラスマ討伐の隙をついて、巨匠を襲撃するようにという劉備の進言は劉氷に、受け入れられなかった。この時期のエピソードとして、ある宴席で、劉備が川屋に行った後に涙を流して帰ってきた。どうしたのかと劉氷が聞くと、私は若い頃から、馬の鞍に乗っていたので太もも、桃の肉はすべて落ちていした。 しかし今、馬に乗らなくなったので太ももに肉がついてしまいました。すでに年老いて、何の工業もあげていないので、それが悲しくなったのですと答えたという話がある。敗勝氏が、中二、引き、九州春秋より、このことから皮肉の炭という古事生語が生まれた。この頃、懸案十二年、二百七年、諸葛亮を三個の礼にて迎え入れ、 すでに強大な勢力を築いている曹操に対抗するためには、慶州と西の駅州を手に入れて天下を三分割して、その一つの主となり、尊権と力して、曹操に立ち向かうべしという天下三分の刑を解かれた。劉氷が没し、劉氷の後を継いだ劉操が曹操に降伏した。諸葛亮は劉操を撃って、慶州を奪ってしまえと進言したが、 劉備は、忍びないと言って断り、逃亡した。劉備が逃亡すると、流宗廃下や、周辺の住民十数万がついてきた。そのためその歩みは、非常に遅く、すぐにでも、曹操軍に追いつかれそうであった。ある人が住民を捨てて早く行軍し、考量を確保するべきだと劉備に進言したが、大事をなすには人をもって、大元としなければならない。 私についてきた人たちを捨てるのは忍びないと言って、住民と共に皇軍を続けた。その後、曹操の景気兵隊に追いつかれて、大打撃を受け、劉備の軍勢すら散り散りで妻子と離れ離れになり、娘は曹操に捕らえられるという悲惨な状況だった。ただし、張雲が乱戦の中、劉備の子、あと、あとの劉禅と、漢夫人を救っている。伝軍を務めた。 張飛の少数部隊が時間稼ぎをし、関羽の軍と合流することで体制を立て直し、さらに、劉氷の長子、劉樹の軍と合流した長坂の戦い。そして孫権陣営から様子見に派遣されてきた露宿と面会し、諸葛亮を孫権の下に同盟の使者として派遣する。諸葛亮は孫権の説得に成功して同盟を結び、懸案十三年。 208年、石壁の戦いにおいて、曹操軍を破った。石壁の戦いの後、劉備は、慶州南部を占拠し、劉備を上表して、慶州市市に立て、慶州の南の四軍、武陵、長佐、慶陽、霊陵を併合した。その後ほどなくして劉備が死去すると、家臣たちに衰退されて、慶州牧となった。劉備の州牧就任はそれまで、 孫権軍との共同体のような関係だった、劉備軍の慶州の支配権を奪っての事実上の独立宣言であり、劉備の勢力拡大を有料した孫権は、自らの妹、孫夫人を劉備に、しわせ、さらに共同して、西の職、駅州を取ろうと申し出てきたが、劉備たちは職を分け取りにするよりも、自分たちだけのものにしたいと考えたためこれを断った。安年。 二百十一年、諸区の主である劉将がごとべ道の長路に対抗するために劉備に対し兵を駅州に入れてほしいと要請してきた。ところが、要請の使者である長将と則りまさはすでに劉将を見限っており、劉備に対して諸区を取ってしまうように進めた。宝刀もこの話に乗るように進言し、劉備はこれを受け入れた。関羽、長費、諸葛亮らを留守に残し、 劉備は自ら宝刀、皇帳、乗政などを引き連れて数万人の兵の指揮を取り、職へ赴もむいた。職に入ると劉将によって艦隊を受け、縁が開かれた。宝刀はこの機会に、劉将を捉えて一気に職を手に入れるように進言したが、劉備は今はその状況ではない。これは重大なことであるから慌ててはいけない。他国に入ったばかりで、恩愛や真偽はまだ現れていない。 それは遺憾と述べて知りけた。劉将は劉備に兵や戦車や武器や鎧などを貸し、劉備軍は総勢三万人となった。その後、劉備は兵の指揮をとって前線の下方へ駐屯し、この地で長老を討伐するよりも住民たちの人心を集乱することに努め、来るべく食占領に向けて準備を整えた。検安十七年、百十二年、 曹操が尊権を攻め、劉備に対して救援要請が来た。劉備たちはこれを兵力移動の隠れみのにして、劉将から付けられた監視役の後輩と妖怪の二将を謀殺して、家宝城を各春に守らせ、職の首都生徒へと向けて進行を始めた劉備の入職。諸葛亮、張飛、張雲らも長校を遡り、駅州の軍警を攻略した。は、 本拠地の抑さとして引き続き、慶州に残った。劉備本軍は、不条を占拠し、霊法、劉、長人、刀剣を破り、面畜の総指揮官である利元を降伏させるなど、はじめは順調に進んでいたものの、劉順、長人が守る落城にて、頑強な抵抗にあい、一年もの長い包囲戦を行わざるを得なかった。この戦闘中に、 宝刀が流れ屋にあたって死去している。劉備が宝刀に三尾と外端の言葉を漏らした際に、長あはかねてより、宝刀を飼っていなかったので、宝刀は、忠義を尽くして惜しむべき人物でありますが、しかし、君子の道に反しておりましたと述べた。劉備は腹を立て、宝刀は身を殺して、人死を成し遂げたのだ。お前はそれを、悪いと申すかと言って、長あを面刊にした。長あは、 ほどなく病没した。そして、長い工場船の末を落とすことに成功し、慶州から進軍してきた諸葛亮や蝶平らも加わり、聖徒を包囲した。馬長は劉備が聖徒を包囲したと聞くや、密書を送って降伏を願い出た。劉備は、理解を、艦中に派遣して、馬長を味方に引き入れさせた。馬長はかくて命令に従った。劉備は馬長が到着したと聞いて喜び。 私は、液衆を手に入れたぞと言った。使者をやって、馬長を迎えさせると、馬長は軍病を率いて、まっすぐに城下に到着した。城中は恐れをののき、劉将は直ちに降伏した。こうして、劉備の職の乗っ取りはこうなした。これにより、天下三分の形成がほぼ定まった。職を奪って安定した地盤を得た、劉備であったが、 孫権勢力からの警戒を買うこととなった。もともと石壁の勝利は、孫悟の力によるものであると考えていた孫権は、慶州はその戦果として、当然帰属するべきものと考えていた。劉備の慶州統治を認めていたのは、曹操への防備に当たらせるためであり、劉備の勢力が伸長しすぎることは好ましいことでは、ないと考えていたのである。安年、年。 劉備が職を手に入れたことで、孫権が、慶州の諸軍、調査、慶洋、霊寮を引き渡すようにと言ってきたが、劉備は、領州を手に入れたら、慶州の地を再分割しようと答えた。領州は、益州、職のはるか北であり、劉備がこれを奪うことはその時点で不可能に近く、引き渡すつもりがないと言ったも同然であった。これに怒った孫健は両王を派遣して、京州を襲わせ、 両者は戦闘状態に入った。しかしその頃、長路が曹操に降伏して、駅州と陽州をつなぐ要害の地である、冠中地方は、曹操の手に入った。このことに、危機感を抱いた劉備は、慶州の旅毛に奪われた調査軍、慶陽軍の領有を認めることで県と和解し、奪われた霊領軍の返還と南軍の領有を、認めさせ、 勘中の攻略を目標とすることになった。懸案安24年219年、自ら指揮を取り勘中の加工園、長を攻め、のりまさと後見の策に従い撃破し、加工園、長らを切り殺した帝軍山の戦い。その後、曹操自身が指揮を取って勘中を奪還すべく攻めてきたが、劉備は防御に徹して曹操軍に多くの損害を与え、 曹操軍を撤退させた。漢中を手に入れた劉備は曹操が、県安二十一年、二百十六年に、義王になっていたことを受けて、漢中王を自称した。前漢の高祖劉法が漢王であった故事に習った、ものであった。また、建定より大芝に任命された。なお、軍神が劉備を、漢中王に推挙した、蔡の文章は、李朝の書いたものである。 一方、東では、慶州を奪還するべく、孫権は、旅網たちと共に策を練り、関羽が、宋人の守る繁盛を攻めている間に、曹操と同盟を結び、慶州本拠を襲って、孤立した菅恩らを捕らえ、これを処刑した。これにより慶州は、完全に、孫権勢力のものとなった。劉備の養子の劉邦は、関羽の救援に赴かず、対立していた。 毛達の軍学隊を没収し、毛達が曹操に寝返り、曹操軍に乗用を奪われた。劉備は諸葛亮の提案に従い、劉法を軍機により処刑させた。劉備は曹操が死んだことを聞くと、弔問の死者間禅を使わしたという。曹飛は劉備が曹操の死を利用して、吉見を通じようということを嫌い、その死者を殺すようにと慶州志士に命じた。 検案25年220二二年に曹操の着し、曹飛が五官の検定から定位の前条を受けた。これに対抗して、諸区の軍神は検案26年221二二年に劉備を漢の皇帝に衰退した。諸区の地に作られた漢王朝であるため、前漢、西漢、五漢、東漢と区別し、諸漢、帰漢とも言う。位に反対した、ゲルは、 他のことに囲つけて処刑された言う。また必は左遷された。劉備が派遣した死者完全は病気と称して上伊より先へは行かず、劉備の弔問の書は上伊から、葬秘の元まで届いたという。その返答を得た劉備は自ら、帝を称した。こうして、劉備は皇帝に即位したが、同年六月、張飛が部下の調達と反響によって殺害された。 長達と反響は、その首を持って、長江を下って、孫権の死体逃亡した。劉備は、ああ、火が死んだと、死を嘆いた。劉備は、勝負元年、221年、孫権に対する報復として、神聖、医療の戦いを行った。はじめのうちは、呉軍を警戒に打ち破りながら進軍。呉は、慶州の拠点であった孔領を背後に残すまでに、追い詰められ。 しかし、翌222年夏、植官軍は、医療にて、陸村の非警策にはまり大敗し、孫館は、敗走する劉備を追って、城、気城に通じる道を立ち、その道の要所要所を閉鎖した。劉備は、山中をたどり県外を乗り越えて、やっとのことで脱出すると、行き通り探索して、私が昔孫健を頼りに、呉の刑場、と、首都の意に行った際には、 孫館はまだ子供であったのに、その孫館に今私が、このように追い詰められるとはと言った。そして、白帝城に逃げ込み、ここに永安宮を造営して死去するまで滞在した。孫権は劉備が白帝に泊まっていると聞き、死者を派遣して和睦を坊た。劉備はこれを許可し終、平をやって、返事をさせた。ここで劉備は病を発し、病床に伏せってしまう。 勝負三年四月二十四日、二百二十三年六月十日、劉備は上将、諸葛亮と、劉飛佐氏、劉おさむら諸氏を呼び寄せた。諸葛亮には、そなたの才能は、義の総費の十倍はある。必ず役人に安定をもたらしてくれることだろう。我が子、劉善が皇帝としての素質を備えているようならば、彼を補佐してほしい。だが、 もし我が子が補佐するに足りないングであったならば、迷わず、そなたが国を治めてくれ、馬食は実力以上のことを口にする。だから、彼に重要な仕事を任せてはいけない。そなたはそれを忘れずになと言い残し、息子たちに対しては、悪事はどんな小さなことでも言ってはいけない。善事はどんな小さなことでも行いなさい。お前たちの父は、徳が薄く、これを見習ってはいけない。 漢女、来期、陸棟、旅章の著と伝えられる、教法書、将君書、昇王の著と伝えられる、律論等々を読んで、しっかり勉強しなさい。これより、上章、諸葛亮を父と思って、使えなさい。いささかも怠ったらば、お前たちは不幸の子であるぞと言い残して間もなく放御。去年六十三、両母は、生徒指南西郊外の恵み寮現在は、 諸葛亮を祀る武功祠の区内にある。前面には、建五53年建立と国された男小列皇帝の亮の石踏みがある。しかし、高山形蓮華村にある三国時代の墓に否定する説もあり、城帝城のあった宝石県に遺母性を求める説もあり、奥に自慢も絡んで、現在も賑やかに議論が続いている。陳樹の表、土亮が大きく強い意志を持ち、 おおらかな心を持って、礼儀正しく人に接し、人物をよく見極めて、ふさわしい待遇を与えた。それらは、全漢の皇祖流法に通じ、英雄の器を備えていたと言えよう。国のその後を、諸葛亮にすべて託すのに際して、何らの疑念を抱かなかったことは、君臣の公正無視な関係を表すものとして、永遠に手本とすべき事例である。後期を得るための基地や、 行動の根幹を成す戦略では、ギッタケ氏、曹操に及ばなかったため、勢力の基盤となる領土も、その才能の差に準じて狭かった。しかし、挫折して、人に屈しても諦めることなく、最終的には、誰の下にもおらず独立したのは、彼らの器量を考えたとき、自分を何時までも許容し続けてくれるような、人間だとは、到底思えないがためにそうしたのである。 単純に自分の利益だけを考えてのことではなく、自分に降りかかった災難を避け、殺されないようにするためだったと言えよう、職所、選手伝。周の三馬は言う。選手は転倒し困難に陥った時であっても、審議をますます明らかにし、状況が逼迫し自体が危険になっても、道理に外れぬ発言をした。継承の恩恒を追慕すれば、その心情は参軍を感動させ、 道義に惹かれる人々に慕われ、後について来られれば、見捨てることなく甘んじて、共に敗北した。彼が、人々の心に結びついた経過を観察すれば、一体、どブロクを与えて凍えているものをいぶし、たで、苦いお口に含み、民の病気を見舞った程度のことであろうか。彼が大事業を成し遂げたのも当然であろう。民末の学者、オ府フノは、劉備の遺言について、 君主として出してはいけない乱命であるとしている。三脱を警戒する劉備が諸葛亮及び他の進化に退職義を指したのではないか。そしてその結果が三脱を警戒されないようにと北伐の際の諸葛亮の行動を縛ることになったという見解に基づくものである。劉備の子孫は、英華年間の八王の乱によりほとんどが殺されたが、劉久氏の孫である。 流言のみが生き残った。彼は、チベット系帝族の一派である、とも帝の州長のりたけしが、職で建国した、聖職を頼ったという。中華民国14年、1926年に、扶養粒子創夫なる族府が公表され、石膏省甲州市扶養区領、山郷、明けの聖村なる村落に、劉備の子孫がいると主張され、現在でも、大々的に建伝されている。 ただこの続譜では、三つ竹三の末裔と自称した竜がのある人物が、精神の時代に、職官の親族と見られることを恐れて、金と改正したことが述べられているのみで、師書での劉備の血統とするつながりは確認できない。小説、三国志演義』は、黄金の乱によって、世が乱れる中、劉備が、関羽、張飛と桃園の誓いを結び、義勇兵を起こす場面から始まる。 師書が伝える劉備が、その武勇と人気によって、諸勢力に重んじられ、同時に警戒されたのに比べて、演技の中の劉備は、武勇を、関羽、張飛をはじめとする武神たち、知略を諸葛亮などの防身に預け、多様な個性を周囲に引き付ける中心として位置している。しかも、若い時は母子でわらじを作り行商し、吉川英治の小説、三国志』では、 当時庶民では高級品であっ言われる茶を母に飲ませるために金を貯めていたという苦労人として描かれている。ここから儒教の理想とする君主的高潔さが描かれ、これによって勧誘、曹操と対立軸を構成している。演技の中の劉備は宗古剣と適路を愛用している。宗古剣は当園の誓いで義兄弟のちぎりを果たした後、 朝鮮兵と行ける層から送られた軍用金の一部でいさせた日本合わせの剣。吉川の小説では大将の二剣と表記され、旅夫との戦いで使用された。また、同小説では先祖から伝わる剣を所持しており、旅先で黄金族に襲われているところを救ってくれた張飛に大使霊とてこの剣を渡したが、旅先から戻りこれを知った劉備の母がひどく悲しんだとされている。 この件は、長飛と再会し、義兄弟のちぎりを交わした際に、劉備の手に戻った。演技では、旅婦に追われている時に逃げ込んだ家の主人劉安は、劉備をもてなす食料がなかったので妻を殺害して、狼の肉と偽って、その肉を差し出し、相当は知らず感激していた、劉備だったが、天末を知るやひどく悲嘆したという逸話が存在する。和訳本では、削除されるか。 価値観の違いについて、注釈の上で紹介されている。また、吉川の小説では、この描写前に、中国と日本の文化の違いについて明記している。演技では、職を奪った後、義兄弟である関羽を、義呉れ連合軍に殺され、また部下に、長飛を殺され、呉れに逃亡したことにより怒り狂い、義兄弟の仇討ちを大義名分として、呉れに向かう。その際に、皇中を、 老人扱いしたり、自軍が75万という大軍勢が上に、クレ軍の士気が低いのを手傲慢になっていた。そこをついた陸村により大敗し白定城へ落ち延び、間もなく、後悔の念に苛なまれ病気になる。病の床で見た夢に現れた関羽と長飛から、遠くなく、兄弟三人が、また集うことなるでしょうと言われ、自らの士気を悟る。そして諸葛亮を呼び寄せ。 あとのことを託して、ようる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。